岩手県北上市の菊盛酒造と申します。当社の地元向け代表銘柄であります、鬼剣梅、こちらの、今回は純米吟醸生原酒を、おすすめしております。まあ、冷やでももちろんなんですけれども、昨日今日と、大変好評いただいたのがこちら、生原酒のおかんになります。こちらですね、まあ、この、鬼剣梅に限らず当社のお酒はすべておかんで美味しく飲めるような作りにしておりますので、ぜひ、タクシードライバーという代表銘柄ともども、楽しんでいただければと思います。宮城県の萩野酒造株式会社です。代表銘柄は萩野鶴です。非常に地味な酒質ではあるんですけども、手を一切抜かずに作っている、まるっきり手抜きをしない気合を入れたスタンダードなお酒でございます。ぜひご賞味ください。よろしくお願いします。宮城県の山和酒造の伊藤です。代表銘柄は山和と和紙が国です。このお酒なんですけども、宮城県の酒造公的米蔵の花と宮城酵母で醸したの宮城の地酒になります。すっきりと、爽やかな香りとシャープな味わいが食事を引き立てる食中酒になっております。よろしくお願いします。宮城県で健康にというお酒を作っています大沼酒造店です。ですね、今日 のお酒なんですけど、純米吟醸の笹しぐれというお酒です。このお米はですね、笹錦のお父さんで、とても柔らかくて芯がある、お酒で、常温で飲んでもらうのがおすすめです。ぜひよろしくお願いします。宮城の阿部館醸造元阿部館酒造の阿部でございます。本日のおすすめは、純米辛口阿部館でございます。宮城県から参りました、宮寛梅醸造元の寛梅酒造と申します。主に宮寛梅と銘柄を純米吟醸、純米大吟醸のみの2種類で作っております。ただいま手に持っております純米吟醸宮間錦 45% 精米を主な、代表銘柄として作っております。一杯のご馳走として、作るお酒のコンセプト通りジューシーなお酒となっております。ぜひご賞味ください。ありがとうございます。山形県の立野川酒造と申します。代表銘柄は立野川です。おすすめの1本は、立野川純米大吟醸18です。18というのは、精米歩合 18% のお酒です。とても綺麗で味わいの深い、上品なお酒です。ぜひご賞味ください。栃木県の小山市から来ました若駒岡本若駒さん柏瀬です。うちの代表銘柄はこの馬の読めない若という字に馬の絵で若駒という銘柄です。これはお町50の雫しぼり飛びんどりの火入れになります。結構香りが華やかでジューシーな、メロンを食べたような果実感があるジューシーさがあるお酒です。よろしくお願いします。福島県、宮泉名城株式会社です。銘柄はシャラクと言います。今日のおすすめは純米酒のシャラクになります。よろしくお願いします。味の方はお米の旨み甘みを感じ、最後に切れる純米酒になっております。茨城県結城市から参りました結城酒造の浦里です。代表銘柄は結城市の結ぶという字をあしらった結になります。今日おすすめの1本は結の中でも特別純米酒赤岩山地区で採れたおまじの特別純米酒になります。全体的にこうお米の綺麗な中にお米のこう味わいというか膨らみのある酒質を目指して作っております。今日よろしくお願いいたします。茨城県の森島酒造大館の森島酒造の後継ぎの専務です。このお酒ですけど宮間錦 純米酒精米歩合 65% で仕上げたお酒で、税別、一升瓶で2200円の商品です。今回の若手の夜明けの会で一番人気のお酒でした。ぜひ、皆さん飲んでいただければと思います。ありがとうございます。秋田県は一泊水星の渡辺光栄と申します。こちらのお酒は、これから発売するお酒なんですけども、プレミアム一泊水星ということで、地元の農家さんと一緒に、米作りからやっておりますけども、その中でも、よりすぐりの厳選された一番いいお米を使った純米酒であります。今年も、今年はこの中身は秋田酒小町ですけども、来年はまた、違うお米になるかもしれないということで、ぜひ楽しみにしてください。群馬県の高井株式会社の、岩尾という酒を作っております高井でございます。これですね、純米酒の500万石の原酒、良くも悪くも、在岩尾という形で、とにかくですね、飲んでいただければこうおそらく万人が好きな味ではないと思うんですが、それでもうちはいいと思ってます。不完全さはあっても、可愛い
僕の娘だったり息子だったりしますんで、皆さんにご覧いただければありがたいなと思います。どうも失礼しました。長野県佐久市で沢の花というお酒を作ってます友野酒造です。こちらは、超辛口吟醸ささら、と言いまして、辛くて安くてすっきりなお酒になってます。ぜひよろしくお願いします。はい、長野県の湯川酒造店と申します。銘柄は16代黒右衛門という銘柄を作っております。こちらは純米吟醸の深山錦になりますけれども、非常に10月に入りまして秋上がりしてきてとってもバランスが良くなってきました。美味しいお酒、どうぞよろしくお願いいたします。長野県から、来ました、岩清水醸造元の稲谷酒造の小越と申します。うちのおすすめのお酒はですね、この純米5割麹というお酒です。通常の麹の割合よりも、多く約半分麹を使用したお酒になります。甘みと酸味の強い、非常に個性的なお酒となっておりますので、ぜひ皆さん飲んでみてください。山梨県から来ました竹の湯酒造の清水です。銘柄は聖光と言います。鶴原酵母が、特徴となっておりまして非常に爽やかなお酒となっております。こちらに持っているのは冷やおろしで、秋の限定商品となっております。どうぞよろしくお願いします。